陸上幕僚長階級賞、略称陸上幕僚長は、陸上幕僚幹部の長、陸上自衛官の最高位である。大日本帝国陸軍の参謀総長、外国陸軍の陸軍参謀総長に相当し、防衛大臣の指揮監督のもと、陸上自衛隊の任務及び隊員の服務を監督し、それらに関する最高の専門的助言者として、大臣を補佐する。 陸上自衛隊の人事、教育訓練、防衛力整備、広報補給などを司るフォースプロバイダーとして、平時の部隊を管理し、有事の際には、フォースユーザーの統合幕僚長に、陸上自衛隊の部隊を提供する役目を担っている。また、防衛省に設置される、特別の機関の一つである防衛会議の構成員で、警視総監等と同等の政令指定職の役職である。 階級は陸将であるが、通常の陸将が陸軍中将相当なのに対し、陸上幕僚長は統合幕僚長と同じ特別の階級将が定められているため、陸軍大将相当である。特別の階級将とは、通常の陸将の階級将は、桜星が3つであるのに対し、統合幕僚長及び陸上幕僚長たる陸将は、桜星が4つとなっている。 自衛隊において、対象に相当するのは、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長の4人だけである。陸上たる陸上自衛官は60歳をもって、定年退官となるが、陸上幕僚長たる陸上の定年は62歳となっている。陸上の定年を超えて、陸上幕僚長の職位にある陸上自衛官が、 陸上幕僚長の職務を辞任したり、解任された場合はその時点で定年に達したものと、みなされ、自動的に定年退官となる。ありがとうございます。